髪を当てる。ミディゾラヤサンバラ、岩田さん、音符、ハード、ウルスさん、カイ、札の落とし子、ありがとうございます。そうだ、今日はピカチュウでーす。ヘアバンドどこやった？刈り上げくんさん、チンアナゴありがとうございます。アヌーワットさん、バラありがとうございます。ヨミーさん、ダルマありがとうございます。ちょっと待ってね。よいしょよいしょ。ムーさん、かわいいスタンプ、レインボースター、ありがとうございます。いつの間にスペシャルサポーターさんに。スペシャルサポーターはね、チーム8が全員とか、チーム8がスペシャルサポーターなんですよ。そう、そうなんです、実は。田所さん、ハート。竹本さん、チアノゴありがとうございます。ティフのね、全国選抜ライブといって、全国から全国のアイドルがこうブロックごとに、なんかなんて言うんだろう、九州ブロック、九州沖縄ブロックとか、そういうブロックが決まってて、でそこで予選を勝ち抜いた方が、そう、なんて言うんだろう、すごいめっちゃ分かりやすく言うと、部活のなんだっけ、中大連じゃなくて、それ中学、まあ中大連みたいな感じ、そう、地区予選があってみたいな感じで、その九州地区の予選が本日でしたね。そう、インターハイ的な感じ、システム的に言うと。そうで、ティフ出演を目指して、そのアイドルさん方が、まあ、今回はね、無観客でやんなきゃいけなかったので、ショールームで見れるよみたいな、という感じでございまして。私、リップどこやった？こっちにやったわ。
ワクさん、ハート、ありがとうございます。そうそうそう、そんな感じですね。そんな感じの感じの感じです。そうの九州予選だったよーっていう声が枯れてきたけど、福山研究さん、ハートありがとうございます。ちょっと湿気でね、爆発しちゃうんですけど、立山県警さん、ハート、田所さん、ハート、ありがとうございます。明日から新企画やるんだね。何それ。立山県警さん、ハート、田所さん、ハート、里谷さん、金魚、ゆきたんさん、貝殻、ありがとうございます。おすすめは？お話し会はワンショットとツーショットさんや、どれおすすめ？全部おすすめです。聞いてください。タダちゃんはそれはいいか。アルビンズランクさん、バラ、ありがとうございます。竹本さん、壁にしない。じゃあ金魚鉢、ありがとうございます。あと金魚、ありがとうございます。お話し会って結構覚えてもらえてるもんですか？割と覚えてますよ、私は。貝殻もありがとうございます。今日はちょっと30分ということ、30分配信ですか。すいませんね。ぜひ来てください。待ってます。ショールームでコメントすると、あ、覚えてる。ショールームもだし、ツイッターもだし、インスタグラムもだし、755もだし、でも大体ショールーム、よく見るのはショールームと755かなって思いますね。そう、チンアナゴもありがとうございます。ほんまにそう、たくさんコメントしてくださってたり、あとは、なんだろうな、でもアウトプット結構初見さんとかは名前呼ぶこと多いんですけど、こうアイテム、でも本当見る見ないの前に目に入ってきますよね。そうそう、なんか口笛吹いたら歌ってそうなイメージが今わかんない。あんまり歌ってない。
どういうこっちゃ。コメントは見ますよ。あ、名前は見ますよ。名前はね、本当に見てます。本当に。ハレタも印象残ります？残ります残ります。とか、なんだろう。やっぱ続けることって大事ですよね。って思うよね。本当にいつものようにファンレターをくださる方とかは覚えてますし。最近のんのんと連絡を取ってますよ。小学生でも自然にポケモン全部覚えれるし、そうなんですよね。まあでもポケモンに関しては好きなことだから覚えられるんじゃない？ポケモンとかもそうだし、なんかさ、なんかなんだろう、たまに同級生とかにもいませんでした？なんかすごいテストの点数めっちゃいいわけじゃないのに、なんかなんだっけ、その専門的な知識をすんごい覚えてる子みたいな。なんかアニメのキャラクターの名前をめちゃめちゃ覚えてて、逆になんでそんな覚えれるのみたいなって言ってましたけど。で、弟とかね、そう、本当に好きなものだったらすごいもう集中しちゃうんじゃないですかね。そう、だから名前も覚えちゃうよね。まあいいや。私、あとちょっと、そんな感じ。午後の4時込め？すごいね、私いっぱい返したいんですけど、なんか全部に返せる脳がないので、たまに、本当は毎日10件ずつぐらい返したいんですけど、ちょっとそう、やるべきことがありましてね、たくさん。それで集中しちゃってるとこの時間になるんですよ。だからたくさん返すようにはしますけども、そう、だからあのあれにしてますよ、割とコメント、前にコメントした同じ人にコメントををにならないようにしてます。まあたくさんコメント返すときはあんまりあれだけど、そうそう。横井義さん。チンアナゴ、ユーミンさん、チンアナゴ、トドゴルさん、レインボーさん、ありがとうございます。ます。まあでも多分後で理由は分かると思いますけど
あとで本当に理由は分かると思いますけど、そうそう、すごい頑張ってるのでお楽しみにという感じですね。今日は何にも飲んでないですね。抹茶ラテはすごいあっさりしておりました。ええ、はい、ぜひ楽しみにしておいてください。ちょっといつになるかわかんないけど、他の子の頑張り次第なんですけど、今回のシングルナイト曲は全員選抜？全員選抜です。でも本当に楽しみです。もうぜひお楽しみにって感じですね。755でね、返信する、しない、あんまりできない代わりにショールームのコメントは全部返せるだけ返すようにしてるんで。ぜひぜひ。曲はね、まだね、聞いてないですね。そう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 。そう。アルビンズランクさん、ハート田所さん、ハートありがとうございます。確かにツイッターにも載せて CM お願いしよう。で飲まないといけない。一回昨日開けちゃってるからさ、ちょっとスマホどこやったの。私スマホどこやったのかしら。来ました。あ、真ん中のハートをね取ったんですよ。実は53分、これで時計を見ないとね。ヤマハもエイドでやる場合、ミッサーに UED ポジしてほしいな。おお。どころさん、ハート、和俊先生さん、だるま、ありがとうございます。新曲だったら選抜と関係なく全メンバーダンス覚えるの？どういう感じだ。
55分だ。早早いよ。うん。ああ、選抜以外戻れるなってことかな。そうだな。でも踊る機会があれば練習するよね、そりゃって感じでね。ごぼう茶、ごぼう茶なんてあるんだ、じゃない、あるのは知ってるけどあるのは知ってるけど、ごぼう茶飲んだことないな。アルビンズランクさん、ハート、シンゴさん、ハートありがとうございます。居酒屋に来されましたわ。に出演予定は？それは分かんないですね。上がってる動画見ただけで振り覚えれる？でも覚えれると思う。覚えれないもうないよね。もうブレイクダンスとかだったら無理だけど、さすがに。ブレイキンとかは無理だけど、これ覚えてって言ったら、うん大丈夫そうってなるけど、さすがに。基本ヒップホップはクポップ、ネモハモはロックですね。でもネモハモはロックと言いつつ、ロック、あ間違えた、ロックと言いつつ本当にヒップホップ入ってたり、ロック基礎にされてるんですけどワック入ってたり、いろんなのが入ってるんでね、すごいよね。ということで、ヨミさん、だるまたどころさん、ハートありがとうございます。あきじいさん、たちのお年ごありがとうございます。それではランキングまーす。13位、ゆきひらさんありがとうございます。12位、 MT ジャガナさんありがとうございます。11位、ゆきたんさんありがとうございます。10位、大木まさよしさんありがとうございます。9位、ゆうまさんありがとうございます。7位、ジョークスノーさんありがとうございます。5位、ゆうわとさんありがとうございます。4位、田所さんありがとうございます。3位、横よさんありがとうございます。2位、あのねさん、みさが最高ありがとうございます。1位、竹本さん、みさのはありがとうございます。ということで、2183人の皆さん、ちょっと30分だけでしたがありがとうございました。ということで終わります。おやすみなさい。おやすみ、バイバイ、アンニョン。See you next time. Bye.